こんにちは、鶴巻温泉治療院の溝口です。動脈硬化が怖い理由のお話です。アテローム性の動脈硬化はコレステロールがヘドロのように血管壁にへばりついて血管を詰まらせるのではありません。これまで分かっているのは LDL コレステロールが血管の内膜に潜り込んで酸化し泡沫細胞となってプラークを作っていくことです。これが破れると偽血塊を作り心筋梗塞や脳梗塞などを引き起こします。動脈硬化が怖いのはこうした突然の発作が命取りになったり後遺症を残してしまうからです。しかしプラークは大きくなってもそれ自体が血管を塞いでしまって血流を止めてしまうのは 15% くらいのもので、実際はプラークが破れたため偽血塊ができて梗塞を起こすことがほとんどなのです。血管の弾力がなくなったりプラークができている、つまり動脈硬化というだけでは大きなトラブルは起こらないと考えられるのです。ではプラークを破裂させるのは何かという問題です。分かってきたのはプラークを破裂させるのは炎症なのです。プラークを作っている泡沫細胞は炎症物質を作りますが、それが結合組織を損傷してプラークを覆っているキャップに亀裂を作ったり破れてしまったりします。しかも泡沫細胞は凝結因子も作るので破れた部分に偽血痕を作るというわけです。炎症は何もその血管のプラーク部分で起こるだけでなく、体の他の場所で起こっても血液中にあふれた炎症に加わる成分が飛び火することもあるので、プラークの破裂に一役買うことがあるのです。つまり感染症も動脈硬化を危険にさらすということが言えます。糖尿病は血液の糖が LDL の炎症性を高めると考えられ、タバコも活性酸素を作り出して LDL を酸化させることで血管に炎症を起こさせる可能性が大きいのです。 LDL は余分なコレステロールを肝臓に運ぶだけでなく、抗酸化物質を運んで酸化脂質を減らしている可能性もあり、 HDL は余分なコレステロールを肝臓に運ぶだけでなく抗酸化物質を運んで酸化脂質を減らしている可能性もあり、やっぱり善玉コレステロールだと言えます。では本日のお話はこれで終わります。